深夜の自宅を探検。俺んちの家系は、男は霊感がゼロの代わりに女の霊感が強くなる傾向にあるらしい。実際俺も霊感は全くない。親父は婿養子だから当然ない。妹は知らん。子供の頃、しょんべんがしたくて起きた俺が夜を澄まし時計を見ると夜の2時だった。そんな時間に起きていたことのない俺は、なんかテンションが上がり、深夜の家を探検することにした。母ちゃんのうなされている声が聞こえて、暗がりから襖を覗くと、ベッドの上でうなされている母ちゃんの腹が妊婦みたいに膨れ上がり、布団からニョキッと足がはみ出していて、どう見ても2メートルくらいの大きさになっていた。人間本気で恐怖すると声なんて出ないんだな。俺は四つん這いで部屋に帰り、布団に包まって泣きながら震えていた。頭の中はパニックで、これからどうしよう、どうしよう、父ちゃんに打ち明けるべきか、どうか言ったら信じてもらえるのか、自分の母ちゃんが化け物だった、母ちゃんは化け物だった。母ちゃんとの思い出がぐるぐる回って、声が出ないように布団を噛んでおえつを隠した。やがて寝てしまったらしく、朝になり母ちゃんが起こしに来たのだが、目が明らかに変わっていた。爬虫類というか、どこか他人を見るような目で俺を見るようになった。俺が話しかけても一度目は無視をする。話している時に表情が全く変わらない。その時の母ちゃんの症状は、俺や親父に対してもこんな感じなのに、親父は全く気にした様子もなく会社に行ってしまった。困り果てた俺は、霊感が強く、自分が体験した心霊体験をよく俺に聞かせてくれたばあちゃんに相談することにした。俺が泣きじゃくりながら母ちゃんが化け物だったこと、俺はそのうち捨てられることを話したら、母ちゃんは狐が取り付いている、わしが何とかすると言って俺を抱きしめてくれた。ばあちゃんの匂いは嫌いだけど我慢した。その日の夜中、俺はばあちゃんに起こされると、母ちゃんの寝室に連れて行かれた。襖を少し開けて覗くと、母ちゃんがうなされていて、だんだんと布団のお腹の部分が膨れていった。俺が泣きそうな顔で助けを求めると、ばあちゃんがガラッと襖を開けて、持っていた竹ぼうきで母ちゃんの腹を叩いた。すると、一瞬青白く光った母ちゃんのお腹は元のサイズに戻った。これでもう大丈夫。お前が見つけてくれたおかげで母ちゃんは助かった。そう言って泣きじゃくる俺をあやしてくれた。あれから親父転勤で引っ越して、久々に今日実家に帰ってばあちゃんに会ってきたので記念に書いとく。以上、深夜の自宅を探検をお届けいたしました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内人、あやかし語り、語り部の行庵と申します。はい、ということで本日12月14日第126夜目のあやかし語りをお届けしたいと思います。申し訳ありませんでした。ここ最近ですね、ちょっと喉の調子が思わしくなくて、放送お休みさせていただいてたんですが、日中はですね、おかげさまで随分生活に支障のないくらいまで咳は落ち着いてきたんですけれども、どうしてもですね、夜になってくると一回ね、咳込んでしまうとこう止まらない状態になってしまうので、病院に行ってお薬をいただいてきてるんですが、アレルギーを持ってるものですから、お医者さんの話ではちょっと今回のね、こういう空咳はアレルギーを持ってる方はお薬を飲んでも長引きますよということで、せめてね、夜咳が出なくてしっかり寝れるようになるとありがたいんですけどって言ったんですけど、まあ無理でしょうねというお話だったので、
実はですね、今回のこの放送もちょっとねまだね夜長時間喋って、皆様にお聞かせできる状態ではないので、現在ですね朝の、10時34分ですね、咳が出ない時間帯に、録音したものを今日は放送させていただいております。でずっとですねリクエストいただいて一作だけ読んでそのまま放置になっておりましたタタラレアシリーズですね、こちらの方を2本、録音させていただきましたので、それを今日は、放送させていただきたいと思います。ただねやっぱりですね咳がね出にくい時間帯に録音したものではあるんですが続けて連続して声を出しているとどうしても途中でね声がかすれてきちゃったりとかしてますんで、お聞き苦しい点はあるかと思いますが、ちょっとねこういった事情ですので、お許しいただけるとありがたいです。はい、では早速、朗読の方に移らせていただこうと思います。本日はですね、タタラレアシリーズより、邪教そして転生の2本を、読ませていただきたいと思います。よろしくお付き合いのほどお願いいたします。タタラレアシリーズより邪教。以前ここに話を投下したものです。喧嘩の人かなりぼかして書いたつもりだけれど思い当たった某宗教団体関係者の方は読み飛ばしてください。ある日俺は在日朝鮮人の友人 P に呼ばれて郷里に戻った。 P はガキの自分からの悪友で一緒に悪さをして回った仲だ。地元では一番仲のいい友人だったが、Pとはある事件以来距離を置いていた。Pがらみで俺はひどいたたりに遭い、韓国人のタタラレ屋のもとに半年も身を置く羽目になったからだ。そしてその時から俺の人生は狂ったのだ。表向きの要件は前年に胃がんで亡くなった P の親父さんの法事のような儀式だった。 P の親父さんは俺の親父の友人でもあり、俺は親父の名代として顔を出した。儀式の詳細はわからないが、テーブルいっぱいにたくさんの料理が並べられており、家督を受け継いだ儀式の主催者である P がその料理を一箸ずつ先祖に捧げるといったものらしい。夜、方々から客が集まり、その料理を魚に酒宴が開かれた。タタラレ屋のもとに行って以来、俺もピーも酒もタバコも飲まなくなっていたので、宴会の時間は長く感じられた。そろそろ日付も変わるかという時間になって、宴会はお開きになった。客が帰ると、広いピーの家はしんと静まり返った。両親が亡くなり、マンションを引き払った P はこの家に一人暮らしだ。片付けは明日でいいと言ってお手伝いさんも返してしまっていた。俺と P は無言のままリビングのソファーに向かい合って座っていた。日付が変わり1時を過ぎた頃か、表で車が止まる音がした後インターホンが鳴った。 P は玄関に出ると来客を招き入れた。 P がリビングに連れてきたのは白髪頭の男と30歳前くらいの女だった。男とは面識があった。俺と P がタタラレ屋のもとに行った時の世話役だったキムさんだ。俺は腹をくくった。たたり騒ぎの時に職を失った俺はキムさんやタタラレ屋のマサさんにつなぎをつけてくれたシンさんの紹介の仕事で食っていた。 P に呼び出されたのもシンさんの仕事絡みだったのだ。
仕事の内容は要するに女のボディーガードだった。しかし話はそう簡単ではないだろう。単なるボディーガードなら一部で非常に有名な赤空手のモサがキムさんのところに何人もいるからだ。タタラレやマサさんのところで修行した俺やPが必要な話なのだ。女は帰化した元在日三世だった。日本人の夫と5年前に結婚し、将来子供が生まれた時のことなどを考えて帰化したのだという。それならばマサさんやキムさんの出番はないはずだ。女はイニシエーションが済んでおり、日本の神々の加護が受けられるので、トラブルが何であれ普通の僧や神官拝み屋でことは足りるはずなのだ。以前に書いたように、朝鮮民族は日本の神々の加護を受けることはできない。それは朝鮮人の血の宿命であり、日本で生まれた在日でも変わりはない。しかしイニシエーションを通過した朝鮮人は日本人として日本の神々の加護を受けることができる。男の場合は日本という国のために血を流すこと、女なら日本人の妻となり子を産むこと。今の日本ならば日本国に帰化して日本の交易のために働くこと、日本人としての意識を持ちその意思を示す行動が必要なのだ。そして関門を越えた者の子孫は日本人として生来的に日本の神々の加護を受けられるのだ。女の異変は父親の死去から始まった。彼女の父はある宗教団体でかなり高い地位にあったらしい。地元の信者をまとめる大物だったようだ。優秀だった兄は上京して某国立大学を出て、朝鮮籍のまま某大企業に入った。その企業グループの上層部には教団信者が多数入り込んでいるのだ。女の嫁ぎ先も彼女の父親が仕切る教区に属する資産家一家だった。彼女の父親が生きている間は全てうまくいっていたようだ。しかし父親の死後しばらくして彼女の母親が倒れ、兄の人格が激変した。横領により解雇された兄が実家の資産を浪費し、多額の負債を負うまでに没落した。その兄は詐欺事件と傷害事件を起こし長期収監中なのだという。さらに嫁ぎ先も不幸が続き、彼女は第一子を流産、夫は愛人を作って蒸発したのだという。彼女の父親の死を起点に両家はわずか数年で没落してしまったのだ。仕事の内容は簡単だった。キムさんたちが仕事をしている間、妨害を排除し彼女と彼女の母親をガードすることだった。期間は1週間、ギャラは通常の3倍だった。キムさんは同様の事案を何件も処理した経験があったようだ。キムさんと彼女がどうコンタクトしたのかは不明だが、キムさんは過去の経験と自分の見立てを彼女と彼女の母親に話した。キムさんの指摘に思い当たる節があったのだろう。彼女の実家と嫁ぎ先両家は教団を脱会した。彼女の実家の家屋敷は教団の教会として教団名義になっていた。彼女が生まれる前に教団に伏せとして寄進され、教会長として彼女の一家が住み続けてきたのだという。脱会した今、教団は彼女の一家を追い出しに来る。彼女の父親もそうやって信者の家屋敷を収奪してきたのだ。しかし今回の目的は違う。キムさんの仕事を妨害してあるものを奪い取りに来るというのだ。約束の日、俺はキムさんに伴われて彼女の実家に向かった。近くの路上には離れた位置に短髪の男たちが乗った車が2台止まっていた。キムさんの会社の社員だろう。門をくぐって屋敷に入った。300、400坪はあるか。門をくぐった時から嫌な感じがした。確かに
尋常ではない何かがあるようだ。キムさんと共に俺は仏間に入った。そこには大きな仏壇があった。初めて見るタイプの仏壇だった。俺に宗教の知識は乏しいが、その宗派の本尊は仏像の類ではなく、所定の地位にある僧の書いた書き付けなのだ。仏壇の中には書き付けの入った箱が入っている。仏間には猛烈に嫌な空気が流れていた。仏壇を見ていると、全身から精気を抜き取られているかのような脱力感に襲われた。しかし、それ以上に嫌なのは、仏壇の対面にある船ダンスの上に置いてある黒い小箱だった。何か嫌な気がその小箱から仏壇へと流れている感じがした。かなりやばいものなのは俺でも分かった。箱の中には何があるのか。俺は箱の蓋を開けたくなった。箱に手を伸ばそうとした瞬間、不意に横から声をかけられた。おい、その箱に触るなよ。どんなものか分かるだろう。声の主はマサさんだった。俺はハッとして手を引っ込めた。箱に見入られてしまったらしい。危なかった。久しぶりだな。ご無沙汰してます。だいぶ鍛えたようだな。おかげさまで。うん、それじゃあ仕事の話をしようか。マサさんの話によると、あの仏壇には元はかなりランクの高い本尊が入っていたらしい。問題の教団ができるよりもかなり前の時代からあった霊格の高い本尊だったようだ。それが依頼者の父親の葬式の時に偽物とすり替えられたらしいのだ。教団は本尊を作る権限のない者によって作られた偽本尊を信者に広くばらまいているのだが、この偽本尊はある細工をすることによって親となる本尊へと運気や功徳を吸い上げるようになっているのだという。信徒の本尊には教団の母体の宗派で作られた神聖な本尊もあったのだが、教団の幹部はある時は騙して、ある時は盗み出して本尊を偽本尊に置き換えていった。末端信徒の偽本尊はいわばストローである。細工された親本尊は吸い上げた運気や功徳を溜め込む亀なのだという。これは朝鮮半島に伝わる呪法の一つで、リャンバンと呼ばれる支配階級が支配地域の平民やパクチョンと呼ばれる先民から運気や勢力を奪うものなのだという。用いられる呪物は何でもいい。神具、仏具、壺や宝石、書物、刀剣、衣服、何でもいいのだが、呪法をかけられたものが呪物を大切に扱うことが条件となる。この呪法の輪に取り込まれたものは、呪法の頂点にあるものに運気、正気、功徳を吸い上げられ、上位にあるものを決して超えることができなくなるのだ。朝鮮の支配階級が下克上を防ぐために編み出した強力な支配呪法なのだという。この呪法は李朝滅亡とともに一部流出した。韓国である古い文書、漢文を調べると知ることができるらしい。呪法自体は非常に簡単なものらしいのだが、効果が絶大なだけに反作用も非常に強力で、リャンバンでも実際に呪法を用いた者は少なかったらしい。簡単に運気や功徳を集められる反面、厳しく自戒しないと欲望の歯止めが効かなくなり、悲惨な破滅を招くのだ。欲望は呪者の精神レベルによって異なるが、レベルが下がるにつれて支配欲、金銭欲、食欲、色欲と欲望のレベルが下がり、際限なく強くなり歯止めがなくなる。欲望を抑える自尊心のない者はより下劣な欲望に飲み込まれて破滅してしまう非常に危険な禁呪なのである。韓国人の宗教家の多くはこの呪法を知っているという。大多数の者は忌避しているが、積極的に利用している教祖、既存の教団に潜り込んで
使っている宗教家は少なくないのだという。宗教家以外でも教育家、実業家、政治家などにも応用している人物は多く、多くの者が壮絶に自爆する末路をたどるのだという。韓国人であるマサさん曰く、朝鮮人を組織に入り込ませること、組織において高い地位に置くことは大きな破滅を招く。そうだ、今回問題となった教団もまた朝鮮人の侵食を受け、禁輸に汚染されてしまった組織だったのだ。俺はふと疑問を感じ、マサさんに質問した。運気や功徳とやらを多くの人間から吸い上げてると言っても無限ではないでしょ。吸い上げ尽くして消費し尽くしたらどうなるんですか。マサさんは暗い顔で、回復不能の大破滅しかないだろうな。だからこの呪法は禁呪として、自制心のある知識階級の両番の秘宝とされてきたんだ。だけど欲望の赴くまま際限なく拡大しているバカが何人いる。思い当たる人間が何人もいるだろう。言いたくはないが、朝鮮人は人類のがん細胞だよ。もうどうしようもないね。先祖代々呪詛の吐き溜め扱いされてきたマサさんが、祖国である韓国や同胞である朝鮮人に良い感情を持っていないことは、半年間生活を共にして知っているつもりだったが、強い言葉の調子にマサさんが同胞に抱いている絶望感の深さが伺われた。俺はそれ以上言葉を発することはできなかった。本尊の方は私が処理するよ。仕事自体はそう難しいものではないからね、とキムさんが言った。まあ日本人の拝み屋さんの方が上手だと思うけど、同胞の不始末だからね。日本人や日本に親しみを持っている韓国人は少なくないし、在日のほとんどの人は日本人と仲良く暮らしたいと思っているんだよ。君とピー君は子供の頃から大の仲良しだったろ。日本人に迷惑をかけている同胞を見て心を痛めている人は多いんだよ。それは分かってね。日本人でありながら在日社会のトラブルに首を突っ込んで飯を食っている俺に返す言葉はなかった。儀式が始まったら正気でいられるのは我々三人だけだと思うから、屋敷に入ってきた奴は手加減せずに叩きのめしてね。問題は俺の方だな、とマサさんが口を開いた。おもむろに黒い箱の蓋を開いた。中には泥団子のようなものが入っていた。思い当たることはないか。泥団子？あ、思い当たることがあった。マサさんのところで聞いた財運など世俗的な欲望を叶えるかなりやばい下法な話を思い出したのだ。仏像や教本、聖書などを焼いた灰を糞尿と畜生の血に混ぜて土と練り合わせたものを1万人の人間に踏みつけさせて作った粘土で仏像を作って礼拝する呪法があるのだ。一旦礼拝を始めるとあらゆる幸運が訪れるけれど、礼拝を1日でも欠かすと一家を滅亡させるという禁呪だ。話だけなら他でも何度か聞いたり読んだりしたことのあるものだ。俺がこの屋敷の仏間に入った時に感じた箱から仏壇へと流れる嫌な気の流れも、泥の呪法が集めた運気を仏壇の偽本尊が吸い取る流れだったのだ。かなりえげつないやり口ですね、と俺が言うと、俺らしい仕事だろ。使われた灰は盗み出してすり替えた古い信徒の家の本尊だな、とマサさんは言った。儀式は？本尊と金仏の力が共に最低になるのはあさっての晩だ。次の一尾は半年以上先だ。チャンスは一度きりだ。きっちり抑えてくれ。そして儀式の晩、俺は女と女の母親のいる寝室の前で安全靴を履き、手にはサップグローブと呼ばれる200グラムほどの鉄粉の入った革手袋をはめて警戒に当たっていた。
夜明けまで侵入者を排除して儀式を行えば仕事は無事終わる。午前0時に始まった儀式は3時を過ぎて半分が終わった。安心しかけていた3時30分ごろ、屋敷の外から人の争う怒声が聞こえた。屋敷に侵入しようとした男が邸外で待機していた空手屋たちに捕まったらしい。近所の住民が通報したのだろうか、回転灯の赤い光が外からわずかに入ってきていた。仏間の儀式は佳境に入ったようだ。外の騒ぎも収まったようなので、女と母親が寝ている寝室を覗いてみた。襖を開けた瞬間、俺は異様な気配を感じた。寝たきりのはずの母親が介護ベッド上で上半身を起こし、かっと見開いた目でこちらをにらみつけている。ベッドの横の布団の上では女が体をくねくねとくねらせていた。女の寝巻きがはだけて形の良い胸が夏目球の明かりに照らし出された。下履きの股間には大きなシミができていた。かなり長い時間ジーンにふけていたようだ。荒ごとにはかなり慣れているが、つきもののついた人間を見るのはその時が初めてだった。かなり異様な雰囲気だった。上着を脱いで女が抱きついてきた。唇の端からよだれを垂らした口でキスしようとしてくる。女はかなり可愛い顔立ちをしていたので、普段なら喜んで相手をするところだが、今はそんなことをしている場合ではないし、不気味な歪み方をした女の表情に欲情できるものではなかった。しかし俺の体は理性とは裏腹に激しく勃起していた。しかも冷めた理性とは別のところで激しい性欲が起こっていた。つきものから身を守る方法を知っていたから、俺は激しい性欲が自分のものではないことに気づくことができた。しかし普通の男なら、例えば外にいる空手屋だったら、たちまち性欲に飲み込まれて布団の上で女とセックスを始めていたことだろう。少なくとも以前の俺なら大喜びで女の体をむさぼったはずだ。女は何度引き離しても抱きついてきた。俺は柱時計を見た。時間は4時40分を過ぎたところだったか。俺は女を押し倒し、袈裟固めで押さえつけた。6時少し前、儀式は終わった。いつの間にか女は動かなくなり、かすかに寝息を立てていた。母親もベッドに横になっていた。外から朝日が入ってきていた。襖の外には汗をびっしょりとかいたマサさんとキムさんが立っていた。マサさんが、お、女とやらなかったんだな、偉いぞ。女癖の悪い男だと聞いていたけれど、なかなかどうして頑張ったねとキムさん。ふん、合格だな。どうやら今回の仕事は俺のテストを兼ねていたらしい。この時を境に俺は借金の取り立てや飲み屋のホステスや風俗嬢のガードではなく、キムさんやマサさんのアシスタント的な仕事をするようになった。結局俺の運命はマサさんのところで修行したことで決定的に変わってしまっていたのだ。以上、タタラレアシリーズより邪教をお届けいたしました。タタラレアシリーズより転生。この話は長い上に後味が激悪です。
あと思い当たる人がいたら知らないふりということで。登場人物が多いので名前をつけますが、当然すべて仮名です。皆さんは生まれ変わりを信じるだろうか。俺はなんとなくそんなこともあるかもと思っていただけだった。その日、俺はマサさんとコンタクトを取るために某所に向かっていた。高速に乗るまで1時間、高速に乗って3時間ほど。その日の朝まで俺はある女と2週間ほど潜伏していた。落ち合ったマサさんは韓国と日本での調査の結果と1枚の黄色く変色したモノクロ写真を出した。俺の背中にゾクッと冷たいものが走った。その写真の女は俺がガードしていた女、ジュリーことカン・ジョンホンに売り二つだったからだ。話はその1ヶ月前に戻る。俺はキムさんの会社のゴンという男に呼び出された。ゴンさんはキムさんのボディーガード4人のリーダーだった。韓国生まれの韓国人、テコンドーの達人ということだ。他の3人、ムン、パク、ソの3人は在日朝鮮人、同じ空手道場の先輩後輩だった。前回の話の後に結んだ俺とキムさんの契約では、ゴンさんと俺は同格扱いだった。3人は明らかに不満顔だった。ゴンさんに言われて、俺は一番若いソと怠慢を晴らされた。ソは強かった。結果は俺が苦し紛れに入れた頭突きと鼻への指入れによって痛み分けとなった。しかし俺はあばらを折られ、2週間ほどひどいビッコとヨーグルトなどの流動食しか食えない生活を余儀なくされた。だがそれ以来俺は3人と意気投合し、彼らの空手道場にも出入りするようになった。結果的に丸く収まったのだ。3人は恐ろしく強かった。素手でも人を殺めることができる力を持っているのだろう。そんな3人はゴンさんを極度に恐れていた。刃物のような冷たい殺気と人を萎縮させる雰囲気があって俺も苦手だった。事務所に着くとゴンさんは一本の VHS のビデオテープを出し、まずはこれを見てくれと言ってテープを再生し始めた。ビデオの画質はコントラストがきつめだが、そこそこ鮮明だった。キングサイズのベッドの上にフランス人形のようなひらひらした服を着た黒髪の東洋人らしい少女が映っていた。かなりの美形だ。年は14、15歳、いやもう少し若いか。男が何かを質問し、少女が答える。やがて黒い目出し帽をかぶったブリーフ姿の太った白人の中年男性が少女に近づいた。どうやらこれは違法なキッズポルノの類らしい。撮影者が動いて様々なアングルから2人を映す。それは見ていて最悪に気分の悪くなる映像だった。やがてアングルは定点になり、2人の男が1人の少女を犯す映像が延々と続いた。全裸にせず着衣のままというのがマニアックだった。太った中年の白人男性は大きいが硬さのないペニスをしつこく少女に舐めさせた。もう一人の筋肉質の体をした若い白人男性はローションを塗りたくったペニスで少女の尻を突き続けた。やがて若い男が中年男の尻を突き、少女はついている男の尻を舐め始めた。若い男が中年男性の尻に中出しした精液を少女が肛門から口で吸い出し、手のひらの上に吐き出すシーンになって、俺は吐き気を覚えた。やがてビデオは終わった。俺は無然としながらゴンさんに、何ですかこれは、と聞いた。ゴンさんは、社長たちが仕事をしている間、私と組んで彼のガードをしてもらいたい。俺の思考は一瞬停止した。彼？誰？
ゴンさんの話だと、ビデオの男たちは変態向けのエロビデオやエロ写真を撮って裏に流していた業者らしい。そのビデオでは終始スカートを履いていたし、はだけて見えた胸も膨らんでいたので気づかなかったが、少女は少年だったのだ。この二人の犯罪の発覚は非常にショッキングだった。モーテルの部屋で惨殺されていたのだ。死体はかなり凄惨な状態であったようだ。背後から銃で撃たれた後、ナイフで切り刻まれていた。警察によって被害者宅から無数のキッズポルノのビデオが発見された。犯行現場に残されていたビデオカメラに入っていたテープにファックシーンとともに惨殺シーンが映されていた。違法な児童ポルノで荒稼ぎした鬼畜どもはスナフビデオに出演してその一生を終えたのだ。この事件は一時期児童ポルノ業者が殺された事件として報道もされたらしい。この二人を殺したのが彼だった。ビデオ出演は談笑が多く立つ街角に立っていて目をつけられたらしい。少年ジョンホンは被害者として保護観察となった。長い期間精神病患者として入退院を繰り返し、保護観察期間が終わると家族と共にカナダに移住した。キムさんはカナダの在日韓人コミュニティの紹介でカナダに渡ったのだ。ジョンホンの家族構成は養父の白人男性、韓国人のおば、夫妻が妻の妹の子供を引き取る形で養子となった。渡米時の年齢は12歳。事件は15歳の時に起こしたものだった。俺はゴンさんに、ボディーガードなら俺より他の3人の方が適任だと思いますが、と言った。しかしゴンさんは、いや、あいつらには無理だ。奴らは確かに腕は立つ。ルールのあるスポーツなら私もあんたもまず勝てない。でもスポーツマンじゃダメなんだ。パンチョッパリは土壇場で芯がないからダメだ。今回は使えない。殺されるのがオチだ、と言った。ひどい言い草だな。しかしそんなにヤバいのか。詳しい話は社長に聞いてくれ。正直なところ私はこの仕事を降りたいよ。虎と一緒の檻に入って見張るようなものだ。まともな奴には無理だよ。無茶言うな。俺はまともじゃないってか。それもひどいような。数日後、キムさんが帰国した。そしてさらに1週間後、問題の彼と母親のバーグ夫人が来日した。キムさんとバーグ夫人の話を総合すると、大まかにはこういうことだった。彼がバーグ夫妻に引き取られたのは、韓国で彼が家族を失ったからだった。彼は9歳の時に当時3歳の弟を事故で失っている。その後両親は離婚し、彼は母親に引き取られた。11歳の時に父親が火事で死亡し、その後すぐに母親も自殺している。彼の家は、父方は祖父の代で一族から絶縁されており、父親に兄弟はいなかった。母親には親族がいたが、彼の父親とは族譜上の問題があったらしい。一族の反対を押し切る形で結婚したため、夫と同じく絶縁されていた。彼を引き取り養育する者はバーク氏と結婚して渡米したおばしかいなかった。バーク夫妻には子供はなく、彼は夫妻に歓迎された。バーク家に来た当初、彼は一見普通の少年だった。しかしすぐに異変は起こった。バーク夫妻はビジネスで成功を収めており、夫婦ともに多忙だった。彼の世話は主にメイドがしていた。英語も初歩的な日常生活がやっとのレベルであった彼は、学校へは行っておらず、家庭教師がついていたらしい。彼は放置状態にあった。そんな中、彼は家庭教師を誘惑し関係を結んでいた。
家庭教師は本来はノーマルだったらしいが、ジョンホンとのホモの関係が夫人に露見し解雇された。やがて彼は街角に立つようになり、例のビデオ屋に拾われた。女性ホルモンの注射もビデオ屋の手によるものだった。彼の保護観察期間終了後、バーク家は世間の目を逃れるようにカナダに移住した。移住後数年、彼の外見は美しい女性の姿になっていた。そしてバーク家に破局が訪れた。彼が養父であるバーク氏を誘惑し、関係を結んでいたのが叔母に露見したのだ。バーク氏はキムさんに、悪魔に見入られたように彼女の魅力に抵抗できなかったと語った。夫人は反狂乱になってジョンホンを問い詰めた。彼は何かに取り憑かれたかのように狂気じみた高笑いをしながら韓国からの経緯を夫妻に話した。弟の事故死は彼による殺人だった。高層アパートのベランダから弟を投げ落としたというのだ。母親と父親の離婚の原因は、彼が父親と関係しているのを母親に見つかったからだった。母親は彼の父親が彼を無理やり暴行していたものと思って離婚に踏み切ったが、現実は違った。彼が父親を誘惑し関係を結んだのだ。離婚後も彼は父のアパートに通い関係を続けた。ある日、ジョンホンは不眠症となっていた彼の母親の薬を酒に混ぜて父親に飲ませた。そして父親が寝ついたのを確認して、石油ストーブを蹴り倒して父親を焼き殺したというのだ。バーク夫妻は彼をたくさんの精神科医やカウンセラーに見せた。話の内容よりも彼が一瞬垣間見せた悪魔に疲れたかのような狂気に恐れを感じて、あるカウンセラーが対抗催眠という手法で治療を施した時、彼の口から思わぬ言葉が出てきた。自分は日本のバツバツ県〇〇市に住んでいた林善太郎の妻、林幸恵だ。夫が雇っていた朝鮮人菅志本にお腹の子とともに殺された。菅一族を根絶やしにして夫と子供の恨みを晴らすために転生したというのだ。バーク夫人は驚愕した。菅は彼の父親のせいだった。そして志本という名は確か彼の祖父の名だと思い当たったのだ。彼女は肝心コミュニティの祈祷師を頼ったが、これは払えないと言われてしまった。何人かの祈祷師、霊媒師を得てカナダ在住の貿易商経由でキムさんにこの話が伝わった。キムさんが北米で、マサさんが日本と韓国で動くことになった。マサさんはまず韓国で関係を渡った。問題のジョンホンの祖父シホンには兄がいた。カン・サンホンである。彼は韓国で存命だった。林善太郎、林幸恵は実在の人物だった。サンホンは日本に出稼ぎに来て材木商を営んでいた林家に雇われていた。林家の当主善太郎は人格者としてその地域で多くの人に慕われていた。朝鮮人の内地渡航が制限されていた折、密入国同然で日本に渡り、行き倒れていた三本は善太郎に拾われた。彼は善太郎に感謝し、恩に報いるために一生懸命に働いた。善太郎は三本に信頼を寄せるようになり、国に残した弟も呼び寄せてはどうかと彼に言った。三本は弟志本を呼び寄せた。内地に渡った志本も人一倍頑張って働いた。善太郎には親子ほどに年の離れた5歳の幸恵がいた。まだ10代で雇い人の中で一番若かった志本に幸恵は優しかった。志本は幸恵に恋心を抱いていたようだ。
ある晩、善太郎の留守中に志保は本宅に忍び込み、幸恵を襲った。幸恵の悲鳴に家人が殺到し、志保は他の雇い人たちに半殺しにされたようだ。その時に負った傷が元で、志保は顔面麻痺で顔の片側が引きつったままになった。三本は善太郎に土下座をして謝罪し、受け入れられた。志保は隣町にある製材所に飛ばされ、年末年始の挨拶といえども本宅に近寄ることは許されなかった。幸恵が志保にひどく怯えていたからである。やがて終戦となった。善太郎は朝鮮人の雇い人に、国に帰るもよし、このまま残って働くもよしと言い、半数ほどが日本に残ることになった。三本、志保兄弟もそのまま日本で働くことになった。敗戦の町の雰囲気は沈んでいたが、林家に明るいニュースが生まれた。幸恵の解任である。善太郎にとって諦めかけていた初めての子、林家は喜びに沸いた。そんなある日、善太郎は三本を伴って遠方へ商談に赴いていた。非常に大きな商談だったらしい。商談がまとまり、林家に戻った善太郎と三本を待っていたのはとんでもない悲劇だった。妻の幸恵が暴行された上に絞め殺され、手提げ金ここと多額の現金が持ち去られていた。賊はさらに屋敷にも火を放っていた。それだけではなく、林家の材木置き場にも火は放たれた。長い間雨が降っていなかった冬の強風の夜、火はあっという間に広がり、町を広範囲に灰とした。戦後の物不足の折、材木不足も深刻で、備蓄のすべてを失った林家は契約履行に必要な材木の手当がつかず、多額の賠償を負った。幸い雇い人の宿舎は離れた場所にあったので、雇い人は全員無事だった。大火の晩、姿を消していた志保を除いて、幸恵殺しと放火は志保の仕業とされたが、三国人の犯罪に警察の動きは鈍かった。そして雇い人の放火で火事を起こした林家には、町の住人への賠償ものしかかった。林家は破産した。三本は善太郎に暇をこい、捕らえて自首させるべく志保の後を追って日本中を回ったという。ある時、三本は同じ町で働いていた朝鮮人の男に善太郎の死を聞かされた。せめて線香の一本でもと町に戻った三本は、町の人々に墓参りも許されないまま石を持って追われた。町から朝鮮半島に渡っていた家庭は多く、引き上げ船で戻ってきた引き上げ者の惨状が広まっていた。特に女子供の受けた仕打ちを見聞きして、朝鮮人に対する感情が最悪となっていた。何より町の名士から受けた恩を仇で返して破滅させた朝鮮人、極悪人菅志保の名は忘れられてはいなかったのだ。しばらくして三本は帰国船に乗って韓国に戻っていった。三本は朝鮮戦争後の韓国で日本とのコネクションを活用して貿易商を営んでいた。ある日、三本のところに男児を連れた志保が現れた。三本の成功を聞きつけてやってきて、たった二人の兄弟だうんぬんと言って、志保は三本を頼ろうとした。三本の血は逆流した。三本は林家をおもんぱかって妻も子も儲けなかった。志保に暴行され、子供を身ごもり、結婚させられた年若い妻と息子がいなければ、その場で志保を殺していただろうと三本は語ったという。三本はかなりの額の手切れ金を妻と子のために渡し、志保に絶縁を言い渡した。マサさんは菅三本の話を手がかりに日本に戻った。林家の菩提寺を訪れたが、林家はすでに断絶していた。マサさんは住職に菅三本から預かってきた金を渡し、林家の供養を依頼するとともに
当時のことを知っている人物はいないかと尋ねた。住職は金を誇示した。林家は檀家を追放され、寺の墓地にも林家の墓はもうないということだった。ただ林家から檀家総代を引き継いだ大森家は林家の親戚であり、当時を知っているご隠居さんは100歳近くで健在だった。マサさんは住職の紹介で大森家を訪ねた。大森家の長老は当時のことを鮮明に覚えていた。その部落には年若くして亡くなった死者の背中に筆で名前や家紋を書いて葬る習慣があったそうだ。そして文字や家紋のあざのある子供が生まれると、死者を葬った家と赤子の生まれた家とは新たに親戚となるのだという。親戚となった両家は子供によってもたらされる福運により発展するのだという。子供のあざは死者を葬った墓の土を水で溶いたもので7日間洗い続ければ落ちるのだそうだ。幸江の体にも善太郎の手により家紋が牧所されたという。やがて全財産を失い孤独の身となった善太郎は町外れの洞穴に住み着いていた祈祷師のもとに通うようになった。祈祷師と善太郎が洞穴の中で何をしていたのかはわからない。だが善太郎は妻の死から2年後に発狂した。土葬された妻の墓を暴き洞穴で滑腹自殺したのだ。暴かれた幸江の遺体、骨のほとんどは善太郎に食われて残っていなかった。幸江の実家の父親が若者を借り出して祈祷師を捕らえ事情を聞き出した。詳しい内容は分からずじまいだが、どうやら善太郎の行動は呪いの儀式だったようだ。それも檀家総代が先祖歴代とともに寺から追放されるような下法であった。マサさんは大森家で話を聞くとともに一枚の写真をもらい受けてきた。林幸江、女性化した菅正本に酷似した若い女の写真だった。キムさんに伴われて連れてこられた菅正本、ジュリーは美しい女だった。ニューハーフ、特に性転換して完全に女性化した者の中には本物の女よりも美しく物腰も女性らしいものが少なくない。しかしどんなに美しく優雅な物腰でも違和感は隠せない。少なくとも女だけでなくニューハーフともかなり遊んだ俺にはわかる。その違和感の部分がたまらないのだが、女性経験のない男性諸子はニューハーフには近づかないことだ。ある意味違和感とは若い男が女に抱いている妄想や幻想そのものだからだ。だがジュリーにはその違和感がなかった。精神、いや魂の根本から女性なのだ。とにかくジュリーの美しさにはゾクッとくる迫力があった。それは天性の危険な魅力。この女のためなら破滅するのも悪くはないと思い込んでしまっても無理はない魅力があった。まさに魔力。事実彼女は女になる前から普通の異性愛者だった男も虜にして何人も破滅に導いているのだ。危険この上ない女だった。自発的にではなく砂鉄の中に磁石を放り込まれたかのように有無を言わせずに引き込まれ情欲を湧き立たされる何かがあった。確かにただの空手家には手に負えまい。何日も一つ屋根の下にいれば我慢できずに襲いかかりかねない。だがこいつは猛毒の針を持った食虫植物のような女なのだ。だからといって女でもダメだ。どういうわけかジュリーは美しさゆえというわけでもないのだろうが女から敵視されしばしば殺意さえ持たれた。彼女の母親となったバーク夫人でさえ彼女を抑えつけて犯していた夫ではなくジュリーに殺意を抱いていた。事前情報の彼女が誘惑してというフレーズにはバーク夫人とジュリーと関係を持った男たちの主観が大きく作用しているのだ。俺は仕事でストーカーからのガードをしたこともある。ニューハーフのアリサに
身の回りの世話のため同行を依頼した。アリサは日本人のニューハーフだ。帰国子女で英語にも堪能。ジュリーと同様、近親者に慰み者にされた末に放逐された過去を持つ。さらに鋭い霊感を持っていた。アジア系のニューハーフで美しいのはタイ人と韓国人が双璧だと俺は思っている。しかしアリサも生まれつきの女にもちょっといないレベルの美人だった。いや、ジュリーもそうだが、神が何かミステイクを犯して彼女たちに Y 染色体を配分してしまっただけで、彼女たちはあくまで女性なのだ。アリサの通訳を介して俺はジュリーにいろいろと質問をした。予想通りジュリーは意識的に男を誘惑したことはなかった。彼女の主観ではむしろ男に襲われ、なぶり者にされ、女からは常に敵意を向けられてきた。女性に対する恐怖は死んだ母親やバーク夫人の影響が強いようだ。韓国にいた頃は同級生や上級生の女児からひどいいじめを受けており、大人の男性から性的ないたずらもされていたようだ。彼女の凶暴な側面が現れたのは、発作的に弟をマンションのベランダから投げ捨てた時からだった。父親から性的な暴行を受け、母親から激しい折檻を加えられている自分と弟を比べてたまらなくなったというのだ。それ以来、彼女は時々自分自身では制御できない衝動に駆られて行動するようになった。父親の時も、街角に初めて立った時も、バーク氏の拳銃を持ち出して使った時も、初めは襲われて無理やりだったのに、そのまま男たちと関係を続けてしまったのは自分を女と確認するためだったらしい。それと逃げたり拒絶することに強い恐怖を感じていて抜け出せなかったとも語っていた。彼女本来のキャラクターは気弱でおとなしく、いつも他者から傷つけられることを恐れているか弱い女性のものだった。だがそのいかにもな性格の反面として内在している彼女の獣は凶悪で危険だった。俺の中の警報装置は危険、危険と赤ランプを点滅させっぱなしだった。父親のバーク氏は娘を取り戻そうとして見境のない状態になっていた。カナダからの情報ではかなりの金を使って日本で人を動かしている。凶暴化したジュリーが脱走する恐れもあった。乗ってきた車もムンたちに持って帰らせ、俺たちは完全な缶詰状態で潜伏を続けた。マサさんが準備を済ませ潜伏中の俺たちに連絡してきた時、潜伏開始から2週間が過ぎていた。翌朝出発した俺とマサさんは昼過ぎに潜伏場所に到着した。前日パクが来た時、ジュリーはかなりナーバスな状態にあったが、その時は落ち着いていた。同じ境遇で年は近いが、年長のアリサの存在はやはり大きかった。俺とゴンさんだけでは2週間にも及ぶ潜伏生活は不可能だっただろう。マサさんは俺に話した韓国と日本で調査した内容をアリサの通訳を介してジュリーに話して聞かせた。バーク夫妻も俺たちもジュリーには対抗催眠で彼女が話したこと、彼女が林幸恵の生まれ変わりだと言ったことは教えていなかった。カウンセラーの捜査でジュリーも催眠で自分が語ったことを忘れている。だがマサさんの話を聞くと、大粒の涙をボロボロ流しながら肩を震わせて泣いた。マサさんは寺が林家の供養をして新しい墓を建てることになった、一緒に行かないかとたどたどしい英語でジュリーに言った。ジュリーはイエスと答えた。マサさんが訳を話して住職に頼み、檀家総代の大森家が動いて檀家衆を説得したのだ。役員で反対を表明する者はいなかった。マサさんとキムさん、ジュリーと俺とゴンさん、そしてアリサは2台の車に分乗して林家のあった町に向かった。俺の運転する車にゴンさんとアリサ、そしてジュリーが乗った。ジュリーにとっては祖父の罪を林家と幸恵に詫び供養して許しを得るための旅だっただろう。しかし
ジュリーは目的地が近づくと涙を流しながら、初めて来たところなのに懐かしいと言っていた。俺は何か予感じみたものを感じていた。夕方、町に着いた俺たちは寺の紹介で杉村家という旧家に泊めてもらうことになった。当主の杉村氏は50歳前くらいの男性だった。ふと仏間に目が行った時に俺は気づいた。杉村家は林幸恵の実家だ。額に入った若い女の写真、あれは林幸恵に間違いないだろう。学校から帰宅した杉村氏の高校生の次女を見た時、確信に変わった。杉村家の人々も驚いていたが、ジュリーと彼女はまるで姉妹のように似ていたのだ。ジュリーも杉村家に来て理由のわからない懐かしさを感じていたようだ。翌日土曜日、杉村氏に伴われて俺たちは町内を見て回った。ジュリーは言葉には出さないが、見るものすべてが懐かしいといった風情だった。あちこち見て回って、ある地蔵の前に来た時、俺はゾワッと寒気を感じた。地蔵の背後には鉄柵と鍵で封じられた深そうな穴がある。穴からは嫌な空気が漂っていた。横を見るとジュリーが立ちくらみでも起こしたように倒れかかった。近くにいた杉村氏がジュリーを抱き止め、その日はそれで戻ることになった。ジュリーは杉村氏に背負われて杉村家へ戻った。翌日の昼ごろ、俺たちは寺の墓地にいた。林家の墓所だったところで住職が経を上げて、墓地での儀式は思ったより簡単に終わった。本堂に戻ると、そこには縄の囲いとごま壇が用意されていた。これからが本番のようだ。ごまが炊かれ、住職が経を唱えながら火にごま木を加える。炎は天井まで焦がすのではないかというほど高く上がった。住職の読経は続く。ゾワッと異様な気配を感じて、マサさんを挟んだ位置にいるジュリーを見た。汗をびっしょりかいてブルブル震えている。美しく整っていた顔は悪鬼の形相だ。ついに彼女の中の獣が目を覚ましたのだ。彼女は奇声を上げて立ち上がった。マサさんは彼女と同時に立ち上がると、彼女の背中をパシーンと大きな音を立てて何度も平手打ちした。そして落雷のような大きな怒号で日本語で叫んだ。林幸恵、菅四本は菅三本がお前の仇を取って殺したぞ。菅四本を除いて菅一族は死に絶えた。お前の恨み、善太郎の恨みは晴らされたぞ。マサさんの言葉を聞いて俺はぎょっとした。マサさんの言葉が終わった瞬間、ジュリー、菅四本はその場に崩れ落ち意識を失った。後日マサさんに聞いた話によれば、マサさんが韓国から日本に戻った後、菅三本は菅四本を刺殺し、同じ銃剣で首をついて自殺した。菅四本は生きていたのだ。四本の居場所を三本に教えたのはマサさんだった。そして三本に居場所を教えるようにマサさんに頼んだのは、他ならぬ四本本人だった。この話にはさらに裏がある。杉村家に戻った俺は、風呂上がりのほてった体を縁側で冷ましていた。すると杉村氏が俺に話しかけてきた。大変だったようですね、ジュリーさん。あの方昨日も調子悪かったみたいですものね。あなたは日本の方なんですよね。他は韓国の方たち、どういう縁なんでしょうね。日本で半世紀も無縁仏だった家の供養をするために韓国の方たちがやってくる。特にジュリーさんとは家の者もそうらしいのですが、何か深い縁を感じます。昨日も胸を締め付けるような感じが。娘によく似ているからですかね。杉村さんは輪廻転生って信じます？
私は信じている方なんですけど、縁を感じるということは案外前世では近い関係にあったのかもしれませんよ。こうしてお会いしたのも縁あってのことでしょうし。それとつかぬことをお尋ねしますが、ご家族に変わった形のあざやシミのある方はいませんか？三角形とかのやつ。私の腰のところに三角形のあざがあります。子供の頃は随分気にしたものです。今はレーザーで消せるらしいけど、長年そのままだったし、今さらどうこうするつもりはないですけどね。それが何か？いや、なんとなくそんな話をちょっと聞いたものでね。ああ、住職さん。はい。翌日、俺たちは杉村家を後にした。2、3日の後、ジュリーとバーク夫人はカナダに帰国した。空港で2人を見送った後、アリサを降ろした車の中でマサさんは韓国でのことを話し始めた。カン・シホンはあの日サチエを連れて逃げようとしていたんだ。サチエの腹の子はシホンの子だったんだよ。本宅での事件の後、外出帰りにサチエはシホンに再び襲われて侵された。だがなぜかその後も人目を避けてシホンを受け入れていたんだが、それはサンホンの身代わりだったんだ。サンホンと愛し合っていたサチエはサンホンの子を望んだけれど、サンホンは善太郎への忠義からサチエに指一本触れなかったんだ。それで身代わりにシホンが選ばれたということだ。駆け落ちを拒まれて、自分が兄貴の代わりの種馬にされたことを愛するサチエに言われて逆上して思わず首を絞めちまったんだよ。殺す気はなかったんだ。シホンは後悔していた。だが火を放ったのは自分ではないとも言っていた。全ての人に見捨てられ、病気で間もなく訪れる死を後悔の中で待ち続けていた彼が嘘をついているとは俺には思えない。あの老人は三本に殺されることをずっと望んでいたんだ。その後、俺はマサさんと飲みに出かけた。マサさんが酔いつぶれるのを見たのはその時だけだ。酔ったマサさんは死んだ目で語った。善太郎と三本を裏切って苦しんでいた主本は同郷の男に酒の勢いで秘密を話していたんだ。そいつは主本に、幸恵を連れて逃げろ、お前の子を身ごもった女だから絶対についてくると焚きつけたのさ。あの洞穴に住み着いていた男だ。その男が善太郎をけしかけて禁止の下法を行わせたんだ。裏切り者の幸恵を使って憎い三本と四本の一族を滅ぼすためのとびっきりのやつをな。ごまの前の晩、俺は洞穴であの地蔵のところで儀式をやった。カン・ジョンホン、長くはないだろう。マサさんは善太郎が割腹自殺した洞穴で善太郎の悪霊を井戸に送る儀式を行ったのだ。善太郎の呪いの道具であるカン・ジョンホン、サチエもやがては井戸の中に。俺も久々に大酒を飲んだ。半年もしないうちにジュリーからアリサにバーク夫人の訃報が届いた。末期癌だった彼女の日本行きは、ある時は憎み殺意まで抱いたジョンホンを救うための決死行だったのだ。だが彼女の願いは叶わなかった。2年後、ジュリーことカン・ジョンホンはルームメイトと共に養父であったマイケル・バーク氏に撃たれて死んだ。林幸恵と同じ27歳の冬だった。知らせを受けたその日、俺は正体がなくなるまで飲み続け、アリサと初めて寝た。以上、タタラリアシリーズより転生をお届けいたしました。
録音放送ということで、いつもとは違う形でお届けしてまいりました今宵のあやかし語り、いかがだったでしょうか。皆様からのレスを読めないのが本当に残念です。一日も早く体調を戻して生放送に復帰したいと思っておりますので、もう少々お待ちくださいませ。今宵読ませていただきましたのは、深夜の自宅探検、たたられ屋シリーズより、邪教、転生、以上3本をお届けいたしました。今夜も長時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございます。それではこれで、本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りにはお気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。それでは皆様、おやすみなさいませ。